セルジュ・クラルスフェルトはフランスの歴史学者、弁護士。特にフランスから強制移送されたユダヤ人の記憶の継承のために犠牲者名簿を作成、出版し、さらに妻のベアテ・クラルスフェルトと共にナチスによる戦争犯罪責任を追求し、裁判による正義の実現を求めるナチハンターとして活躍した。 セルジュク・ラルスフェルトは1935年9月17日、ルーマニア系ユダヤ人の実業家の父アルノとロシア系、ユダヤ人の母・ライスサの第二子として、ブカレストに生まれた。1年後、一家はパリに移住した。1939年、第二次世界大戦が勃発し、父アルノはフランス軍に志願したが、1940年6月に捕虜になり、 翌4 1年春に脱走して家族のもとに逃れた。一家は微子政権下、ナチスの追跡から逃れるためにフランス中南部の自由地域を転々とした後、ようやくニースに今日構えた。1943年、あるのはレジスタンス組織に加わった。同年9月30日、一家は新衛大大尉アロイスブルンラーの指揮下で行われた。 一斉検挙により消したっぽの家宅捜索にあった。あるのは身を犠牲にして、家族をかくまい、検挙されて、ドランシン収容所、さらに、アウシュビッツビルケナウ強制収容所に送られた。アウシュビッツで強制労働につかされ、翌1944年夏に死去した。セルジュは母ら一茶、姉ジョルジェットと共にオートイコールロワール県に逃れ、終戦まで生き延びた。彼は後に、 実著で一斉検挙の夜のことは生涯記憶に残った。一斉検挙を受け、大切な人を失ったすべてのユダヤ人の子供たちと同様に、私がユダヤ人としてのアイデンティティを受け継いだのは、ユダヤ教やユダヤ文化によってではなく、背景としてのホロコーストとユダヤ国家、イスラエル国家に対する変わることのない愛情によってで、あると語っている。戦後、一家は、 経済的な理由から一旦ルーマニアに戻った後、1947年1月、再びパリに今日構えた。クラルスフェルトは、奨学金を受けて、欧州を旅行し、1958年に、ソルボンヌ大学の歴史学高等専門職課程を修了した。さらに1960年、パリ政治学院で国際関係学の学位を取得した。同年、 ドイツ人のベアテ・キュンツェルに出会い、1963年に結婚、数を数ずを設けた。長男はユダヤの伝統に従って、祖父の名前をとって、あるのと名付けられた。なお、二人が出会った1960年5月11日は、偶然にも後の二人の運命に影響を及ぼす、重要な事件が発生した日、第二次世界大戦後、リカルド・クレメントという偽名を使って、 アルゼンチンで逃亡生活を送っていたアドルフ・アイヒマンがイスラエル情報特務長によってイスラエルに連行された日にあたる。1963年5月、クラルスフェルトはオアーティフに入社し歴史番組とドラマ番組の制作を担当したが、オアーティフが独立した組織ではなく国家権力の影響下にあることに不満を抱き、1966年に辞職した。 戦後20年経って、クラルスフェルトは、戦時中の父アルノのことを知り、自らのユダヤ人としてのアイデンティティを見出したいと思い、ポーランドからアウシュビッツ、ビルケナウと父の形跡を探した。クラルスフェルト夫妻1966年に、ドイツキリスト教民主同盟の党首に、ナチスで働いた経歴があるクルトゲオルク・キー・ジンガーが、選ばれると、仏独協力条約に基づいて創設された、 仏属性少年局のバイリンガル事務局を担当していたベアテがこれを公然と非難し、さらにセルジュとの連名で同様の記事を掲載。これを受けて仏属性少年局はベアテを解雇した。ドイツではナチスの戦争犯罪の裁判に対する国民の関心が薄れていたが、クラルスフェルト夫妻は意識啓発のための活動を続けた。1 9 6八年四月二日、 ベアテは、ベルリンのセディ党大会で、キー・ジンガーの演説を遮り、キー・ジンガーはチだ、辞任しろと叫び、警備員に連れ出された。さらに、同年11月7日のセディ党大会では、キー・ジンガーに、平手打ちを食らわせ、逮捕された。禁庫刑1年を言い渡されたが、控訴審で、執行猶予付き4ヶ月に減刑された。実際、BC 政府が、 積極的にホロコーストに加担した事実はフランスでは1970年代まで隠蔽されていた。英雄的なレジスタンスの歴史だけが絶対視されていたからであり、一方で反ユダヤ主義は勢いを増していた。こうした現状を打破すべく、クラルスフェルト夫妻は戦い続け、ベアテの平手打ちはその第一歩であった。世界中のメディアがこの事件を大々的に取り上げ、 ベアテが反ユダヤ主義との戦いのシンボルとなったからである。ベアテはかつてのナチが当主になるなど許し難いことだ。平手打ちを食らわせたのはこのことをはっきり示すためであり、全世界に対してこれは恥ずべきことだ、許されないことだという、ドイツ人がいることを知ってもらうためであると語っている。1971年以降、クラルスフェルト夫妻はまずはフランスにおける、 ユダヤ人強制移送を主導しながら長く処罰されなかった主要な元親衛隊隊員を裁判にかけるために戦っていた。イスラエルに連行されたアイヒマンが1961年にナチス戦犯責任を問われて裁判にかけられ死刑判決が下されたことで60年代から70年代にかけて全世界でナチス戦犯責任の追及に対する関心が 高まっていたが、これを取り締まる法律が整備されていなかった。クラルスフェルト夫妻の戦いがようやく身を結んだのが、1979年10月23日から1980年2月11日まで、ケルン地方裁判所で行われた3人の元親衛隊隊員、フランスのユダヤ人数千人の検挙と強制移送を主導したクルトリシカ、ボルドを及び、 パリのユダヤ人一斉検挙を主導したヘルベルト・ハーゲン、1942年7月のベロドローム・リベール大量検挙事件に関与したエルンスト・ハインリッヒゾーンの裁判においてである。この結果、リシカは懲役10年、ハーゲンは12年、ハインリッヒゾーンは6年の判決を下された。この間、セルジュ・クラルスフェルトはフランスから強制移送された。 ユダヤ人の記録名簿を作成、出版した。これは強制収容所に移送されたユダヤ人7万6千人を列車ごとに分類した名簿であり、ケルン裁判で最も重要な証拠とされた。クラルスフェルトは、さらに1994年まで犠牲になったユダヤ人の子供1万千人の氏名、青年月日、国籍などの情報や写真を探して調査を続けた。 2012年には、その後身元が判明したユダヤ人の名簿を加えた、造語版が出版された。なお、ナチスドイツ占領下の生活を描いた、ノーベル文学賞受賞作家、パトリック・モディアノが、1941年、パリの尋ね人を書くきっかけになったのが、この、フランスから強制移送された、ユダヤ人の記録名簿であり、実際、 クラルスフェルトから直接ドラに関する情報を入手している。記録名簿に衝撃を受けたモディアノはリベラシオン紙に掲載された記事で文学を生み出す主要な原動力はしばしば記憶なのだ。だから書かねばならなかった。唯一の本はセルジュ・クラルスフェルトが書いたようなこの種の記録名簿であるように私には思えた。私はセルジュ・クラルスフェルトが示してくれた規範に従おうとした。 何日も何日もこの記録名簿を紐解きながら私は一人一人の人生に関する何か補足的な事実、住所、どんな些細な情報でも良いから見つけようと試みたと語っている。クラルスフェルトはその後フランスでは特に1944年7月のユダヤ人一斉検挙の一環として子供たちの名簿作成。 検挙を主導したアロイス・ブルンナーの調査を行い、シリアに亡命したことが判明すると、ベアテと共にたびたび、シリアに渡り、住所を突き止め、一旦は、連絡を取ることができたが、シリア国外に追放された。フランス政府とドイツ政府はこの情報に基づいて、シリア政府にブルンナー引き渡しを要求したが、身柄拘束には至らなかった。2001年、クラルスフェルトが収集した。 膨大な資料や写真、これに基づいて作成された連譜や解説をまとめたものがフランスの書は全4巻として出版された。クラルスフェルト夫妻はまた、ホロコーストの記憶の継承のために1979年に強制移送されたフランスユダヤ人子息子女教会を設立し、現在でもセルジュ・クラルスフェルトが会長を務めている。ありがとうございます。